キラオン。はい、おいで。本日はお知らせがあります。ロコちゃんのトライアルが決定しました。じゃあロコちゃん抱っこしていいかな。キーちゃん、はい、オフ。はい、ありがとう。はい、ロコちゃん登場しました。改めまして、ロコちゃん無事にトライアルが決定いたしました。おめでとう、ロコちゃん。キーちゃんも来てくれた。キーちゃんもおめでとう言いに来てくれた。ありがとう、ありがとう。きなこかわいいじゃん。はい、ロコちゃんはですね、里親から来たっていうことで、ロコちゃん、お兄さんがいるところに行きます。お留守番は、ずっと、ご家族が家にいらっしゃるということで、お留守番のないご家庭です。ロコちゃん、ちょっとトイレが外派になっている部分とかですね、ちょっと最近寒がりなんですが、お散歩もできるようになっているので、そのあたりもしっかり対応していただけるということです。先住犬の子の性格は穏やかなタイプなんですが、ロコちゃんも落ち着いている子なので、こればっかりは一緒に暮らしてみないとわからないんですが、お互いが心地よく過ごせる関係になればいいかなと思ってます。ねえ、ロコちゃん。今も私の膝でこう落ち着いてくれてますけども、最初はもうちょっと、正直、こんなに早くトライアルに行けるとは思っていなかったので、ほっとしてますし、きっとちゃんといい家庭犬になれるなと思う状態でトライアルに行けるようになったことにも同時にほっとしてます。正式譲渡の一歩手前ではあるんですが、そのままうまくいけば、このまま新しいお家で、ロコちゃんそのまま過ごすことになるので、その、ご報告ですね。ねえ、ロコちゃん、ちょっと緊張するかな。まあ最初はまた新しいことちょっと一からっていう面もあるかと思うんですが、ロコちゃんは適応能力意外と高い面あるので、うまくいくんじゃないかなと思います。ただどうしてもワンちゃん同士は相性っていうのがあるので、その辺は人間はどうしようもないところなので、その相性が悪くないといいなと思ってます。にロコピー。トライアルの日程なんですけれども、お互いのですね、都合がつきまして、早速ではありますが、明日明後日からトライアルとなります。ロコちゃん、明後日からだよ。ねえ、クリスマスとお正月前にですね、新しいご家族のもとに行けるのはロコちゃんラッキーじゃないかなと思います。とはいえトライアルなので、しっかり2匹のワンちゃんの幸せをですね、確認していただいて、ご縁がこのままつながればいいなと思います。ちょっと今上からも可愛いのでちょっと映しますね。ロコちゃん、今こんな上から見るとこんな感じです。可愛いです。はい、なのであさってから、トライアルに出発します。イエーイ。パチパチ。ねえ、よかったね、ロコちゃん。ドキドキするね。最初は尻尾が見えないぐらい内側に丸まっていたんですが、今はこんな風にちゃんとロコちゃんの尻尾出てます。今までロコちゃんを応援してくださった皆様、ありがとうございました。ありがとうございました。また明日と明後日も動画あげますので、ぜひご覧ください。で、今回もまた一つ YouTube をきっかけにですね、トライアルに進みましたので、改めて応援してくださった皆様にお礼申し上げます。ありがとうございます。ありがとう。
ロコ。じゃあロコ幸せになってね、ロコ。ね、なるんだよね。はい、よく頑張りました。ね。頑張ったね。嬉しいね。嬉しいね。ベロ乾いてる。ベロ乾いてるよ。ベロン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 ね、ロコは。やったね、ロコ。よかった、よかった。濡れちゃった。ロコちゃん、じゃあもう起きて自分で飲んだら水。ロコちゃん意外と喉乾いてんの？ここあるよ、ほら。ロコここあるんだよ。ほら。甘酒です。ロコちゃんがトライアル決定したのでお祝いです。あれピチャマだよ。 OK、 ペロペロが長い。ケちゃんお仕上げ長いね。じゃあはい、ごちそうさまでした。次はロコちゃんです。ロコも興味津々。初めてだね。これ甘酒ですよ。はい、どうぞ。こぼれないから。すごいすごい。おお、甘酒好き。ロコ、わあすごいね。あ、すごいすごい、仕上げしてる。ペロペロ。あ、結構好きだね、甘酒。ロコちゃん、あのバナナはね全然食べなかったんですけど、甘酒気に入ってますね。あ、よかったよかった。じゃあもうちょっとあるから持っていこうね、トライアルにもね。すごいすごい。いいですか。はい、ごちそうさまでした。おめでとうございます、トライアル。